3年余りの月日が流れた。破壊の限りを尽くした17号と18号がいなくなり、平和に、そしてタイムマシンの往復分のエネルギーもたまり、トランクスは人造人間を倒した報告のため、それじゃ行ってくるよ。トランクス、気をつけて。みんなによろしくね。はい。離れていて、母さん。え？わかったわ。そこにいるのはわかっているぞ。セル！な！俺を殺し、タイムマシンで過去に戻って、17号、18号を吸収するつもりだろ。なに？なぜそんなことは。その計画は失敗だ。そしてこれで全てが終わる。計画が失敗？貴様ごときが偉そうに。セル、完全体のお前は確かにとてつもない強さだった。だが、今のお前なら俺でも十分倒せる。そうか。お前過去に行ったのだな。なるほど。妙に事情に詳しいわけだ。それにしても今の俺なら倒せる。というのは、心外だぞ。トランクス、貴様のデータは、スパイロンボでお見通しだ。貴様の力では俺様はおるか。17号や18号すらも、到底倒。では、なぜ17号と18号はいなくなったんだ？な、まさか、二人が消えてしまっていたのは、貴様が。この西の都で戦うのはまずい。随分再建が進んできたところだ。場所を変えさせてもらうぞ。はっ！少しは腕を上げたようだが、この俺様を倒そうとは、とんだお笑い草だ。絶対にお前を過去には行かさん。ほざけ、青二歳が。俺はスタジオ様が積み上げた究極の実装人間だ。この世に俺様を倒せる奴らといるはずがない。もしでも殺して、俺は絶対にやってやろう。今と殺せば地獄のような目には合わせない。もう諦めるな。貴様が気になら18号を殺したせいで余計なことをしやがって。今後相手の確信を返しておくだけさ。安全帯など触れなさせない。なんだなんだ。取り戻した世界の平和は俺が守る。驚くがいい。カー、メー、ハー、